J リーガーよりサッカー好き度っていうのはなんかあるんやろうなっていう、チャンスがすごく転がってるんじゃないかなと思います、ね。はい、腹が出てたんや。天皇杯、アマチュアクラブにとっては J リーグのチームと対戦することができる唯一の大会。誰もがジャイアントキリングを狙っている。16日に J1 サンフレッチェ広島と対戦する関西サッカーリーグ1部のおこしやす京都 AC。 そこにはかつて J リーガーとして天皇杯を戦い、今回は挑戦者として J リーグのクラブに挑む選手たちがいる。彼らはどんな思いでこのビッグマッチに臨むのか、そして天皇杯にはどんな記憶があるのか。今回お送りするのはガンバ大阪、横浜 FC、 そして栃木 SC でプレーをした寺田真一選手。地域リーグでプレーをすることになったこの1年半、何を感じていたのだろうか。地域リーグでの2年目、地域リーグでの環境や生活は。そうですね、まあ、J リーグの時とは、まあ、正直全く違いますけど、そんな中でもこうサッカーをみんなやってて、 J リーガーよりサッカーに対する愛情みたいな、好きな好き度っていうのはなんかあるんやろうなっていう感じますけど、原さんが一緒にやろうよ。一人ずつで J リーグに所属していた時代と天皇杯に向かう気持ちは違いますか？どうやろう、なんかあんま実感は湧いてないです正直。で広島とやりますけど、はい、なんかそこまでなんか天皇杯っていう感じは正直してないですね、僕の。ということはあれですか、 J リーグとチームと戦うっていうことには特別な思いみたいなものは。いや、僕は特にないですけど、でも本当にみんな、いい機会だと思います。その J リーグの、まあ、J1 トップの選手がどういうサッカーをするのかとか、どれぐらいのスピードでとか、そういう肌で感じれるっていうのはすごくチャンスだし、まあ他 J リーグのいろんなスタッフとかからも多分見られると思うんで、そこで活躍すれば自分がステップアップできるっていうのにもつながると思うんで、まあ、まずはチームが勝つことに全力ですけど、まあ、そういったチャンスがすごく転がってるんじゃないかなとは思いますけどね。はい、ここからは寺田選手のこれまでの天皇杯のことをちょっと聞こうかなと思うんですけど、はい、記憶に残っている場面はありますか？優勝2回してるんですけど、1回はレイソルとした時に120分まで延長で最後 1-0 で勝った試合には、まあ120分出て、まあ、あの国立で正月の元旦にいろんな人が見てもらって、あ、すごい舞台でやってるんやなっていうのは感じましたけど、なんか一番印象に残ってんのは途中の、まあ、何回戦かのエスパルスと試合した時に途中から出てなんか点決めたんですけど、はい、その前の日ぐらいにちょっとおじいちゃんが亡くなってて、はい、なんかおじいちゃんに捧げれたゴールを決めれたっていうのがなんか今でもすごく記憶に残ってます。その試合、おそらく偶然ですけど原和樹選手が清水にいませんでした。マジで僕点決めてました。はい、決めてました、はい、1対0ですよね。あ、そうです、多分それだと思います。あ偶然だからその試合に出てきた2人が。ハル君も出てたんですか？はい、出てると思います、はい、偶然の縁ですね、はいはい、それでは最後に16日のサンフレッチェ戦に向けてちょっと告知していただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、本当にそういった J1 のチームとやれる機会ってこのリーグにいたら本当にそうそうあることじゃないと思うので、みんながこう肌で感じつつも、まあ、結果勝てれば最高ですし、まあ、そういった舞台をこう、まあ、正直怖いもない
と思う、チャレンジャーでこう挑むんで、まあいろんなことを吸収して、まあ、僕自身もそうですけどやれたらなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。寺田真一選手でした。ありがとうございます。天皇杯2回戦サンフレッチェ広島対おこしやす京都 AC は6月16日水曜日エディオンスタジアム広島で午後6時キックオフの予定。スカパースポーツライブプラスで生中継される。果たしてジャイアントキリングは起こるのか。